はい、今日は大台ヶ原に来ています。車酔いで気持ち悪い。治りました。はい、めちゃくちゃ寒いのでちょっと頑張っていきたいと思います。無理しないで今日はちょっとご飯もあれします。クマ非常に危ないので気をつけたいと思います。どんなとこなんやろ今日。ドローンは許可が必要です。さっ分岐があるんで先に何これ日の出日出ヶ岳日出日の出読み方は書いてあった。秀ヶ岳に使います。いや車酔いのせいで全然景色変わってなかった。これなんかあんまり登りないんかな。よかった、駐車場にめっちゃ人おったのに。確かにわだけるんか。塩辛だに言ってたっけ。あれ来たよね。いたもしかして登りなしでこのピオンのまま行っちゃうパターン。これ上高地じゃん。でもなんかそんな気しない。景色の変わり方半端ないですよ。でも福祉やで別にそんな速くはないよな。あ、多分そんな気がする。で、前10時って言ってなかった YouTuber の人。11時まあ、迷うことはなさそうですね。あ、太陽できた。絶対いらん。食事もいらん。いや、気持ち悪いな、直樹。走れそうじゃない、ここは。クマチェック。それでも見つけても嫌だよな。ちょろいもんっすね。やっと来た、やっと登りが来た。水持ってきすぎた。サビキリキリ真っ白だった一瞬にして。キリがすごい。おお、風が強い。何も見えない。足が引くので綺麗だったけど、うそ、何も見えんじゃんこれ。大展望台ありますけど、よいしょ。うわ、残念ながら真っ白け。まあまあでもな。ちょっと晴れてきた。遠いんだけど、お前風超強いよ、これ今日。
景色。ちょっとなんかよく見るやつ。これは登山じゃねえな、ハイキングやな。いや、たまにはいいわ。晴れたな、でも結構倒れてますね、倒木。ここに風強かったらな。尾瀬筋に向かいます。天気晴れたじゃん。で、早かったよ、逃げたんでしょ。シャカ？あ、チャウスは、いや、同じ。チャウスの方が寒かったのか、あれ。あんまりでも変わらんよ。ダウン持った？あの時。あ、だからだわ。アメリドール？じゃあ相当寒かったよ。今だって5枚来とるやろ。メリの？そう。え、買おうかな。気持ちいいね、ここ。天気も最高になっちゃったよ。すごっ。すごい景色やな。美しい。
ヶ原です。これがね、西ヶ原です。綺麗、全部歩道も作られとるで、公園やわ、これは本当に。それだけちゃんとしてれば初心者でおすすめですね。お、ここまで来たやん。あ、大蛇ぐら、あ、大蛇高低差が激しいコースらしいので、こっちは多分ね、なんか距離的に近かった。初めて風の怖さを経験しました。向かってこんな行ってよ。行ってみて。塩体の後のリバシをなんとかするとです。駐車場まであと1キロです。あったかくなってよかったわ。ここはあのコンディションにだいぶ左右されるな、天気の。でも景色は相当じゃない。今は上見るとなんかがっかりする。駐車場まであと少しです。ということで、残すところあと 300m で駐車場に着きますけど、大台ヶ原についてはどうだったでしょうか。初心者にも、山初めての人にも
コースによっては確かに服はちょっと多めに重ね着レイヤーできるようにした方がいいと思います。はい、いや今日はね風の強さにびっくりしたね。ということで無事大台ヶ原百名山終了しました。ありがとうございます。